国民民主党の新馬幹事長は昨日の記者会見で、ちょっと共産党に関してかなり歪んだ認識っていうのを示したっていうことがありましたので、それについて取り上げていこうと思うんですが、まずですね、この会見で、まあ、記者の一人が、その少し前に泉さんがまあ各野党とあの連立政権に向けた話をしたいっていうことで、それでまあ実際、えー、数日前には玉木さんと吉野さんと、 えー、泉さんがあって、それで昨日か一昨日には、えー、泉さんと馬場さんが、維新の馬場さんがあって、いろいろ話をしたっていうことがあって、それで、まあそうした中で、その国民民主党と立憲っていうのは政策協議っていうのを、あの、どういう枠組みでやっていくっていうことが、あの、お考えているかみたいなことを聞いたのに対して、それに対して新馬さんは、えー、議論できません。共産党との関係をしっかり議論しなかったらできるわけないね。玉木さんも牽制球投げたんじゃないの いろんな競技したかったらしっかりけじめつけてねと、初めて泉さんが代表になった時の原点に戻るならばいろんな競技の可能性出てくるね。共産党との関係を明確にすると全てはそこからです。ということで。 まあ、まずですね、ちょっと、ここで一つ突っ込んでおきたいんですけど、なんか、泉さんが代表になった時の原点に戻るならば、みたいなこと言ってますけど、別にその泉さんは共産党と絶縁することを、あの、代表選で掲げていたなんて、そんな覚えはないですし、確かにね、あの、当時、その、なんか、提案型野党みたいな変なことに、あの、そういうなんか、おかしな政権監視機能としての、えー、野党の役割、 について、どう考えてんだみたいな、そういう変なことをなんか泉さんが言ってたのは確かですけど、ただ今それも別に共産党と絶縁するっていうことを、あの、是とするような考え方ではないですから、そこはちょっと勘違いしないでほしいなっていうふうに思いますし、 それにとどまらず、その、この会見では、まあ、別の記者が野田さんが、その保守系を取りに行けるような、あの保守系の有権者のですね、指、え、示、ー、を取りに行けるような、まあ、代表になってほしいみたいな発言をしたっていうことも、まあ、これについては私も取り上げましたけど、少し前に。それについて、あの、聞かれて、新馬さんは、 え誰がなるかではなくて、どういうスタンスで立憲民主党がこれから政治をやっていくかと、自衛隊を否定し、日米安全保障を否定し、天皇制を否定する、そういった集団と我々は組めませんし、ましてや選挙を共に戦うなんてことはありえません。連合の吉野会長がおっしゃるように、働く仲間のためのみならず、健全な野党のために国民と立憲がもう少し補調を合わせてほしいのであれば、明確に共産党とは一線を引くと、連合発足の原点はそこだから、 立憲がどういうふうにこの代表選挙で価値を切り、明確な立ち位置を示せるか、すべてはそこにかかっていると思います。まあ、っていうふうに言ったんですけど、もうこれ本当になんか、味方と敵、俺たちと奴らっていう、もうなんかすっごい恐ろしい、あの、世界観を持ってる人なんだなっていうふうに、新馬さんについては思うんですけど、まあ、確かにね、こ、この、 そういう世界観っていうことに関しては、確かに共産党もちょっとだけなんかそういう側面が強すぎるんじゃないのかっていうふうに思う部分はありまして、まあ例えば今はなんか自民公明維新国民民主のことを悪性四党連合とかいうふうに言っていて、まあ確かにね私もあの、その四党はあの全く支持してないですし、 あの、そう呼ばれるのも仕方ないのかなっていうふうに、まあ思う側面もある一方で、まあ国政政党がね、なんかわざわざ政党機関してそういうふうにレッテル貼りする必要も、まあわざわざそれ、そういうことをやっちゃうとなんか相手から、あの、変な色眼鏡で見,見られる可能性もあるっていうふうに思いますから、そういうふうに敵視してるっていうふうにね。なので、まあそれはちょっとどうなんかなっていうふうに思う部分はあるんですけど、ただそういうことを言う中においても、その立憲民主党が別に国民民主党と、 あの、地方の一部で協力していることに関しては、なんか、いや、お前、国民民主党と提起にないんだったら、結局、お前、与党の補完勢力だから、あの、協力は一切しないぞ、みたいな立場は取ってないと思うんですけど、なんか、国民民主党はもう、結局、その共産党をなんか、すごいバッシングした上で、共産党と、その一部連携するだけで、立憲民主党ももう、そのなんか、同罪、 かのごとく、そういうふうに政策議論すらしないとかね、言うんだから、なんか共産党ってすごいなんか公直的独善的とかいう非難を浴びること多いと思うんですけど、いや国民民主党はその共産党以上にもはるかに公直的独善的だよねっていうふうには思うんですよね。 で、まあ、その自衛、自衛隊否定、天皇制否定、日米安保否定とかいうのもなんかすごい、あの、デマ混じりのミスリードであって、まあ、自衛隊否定っていうのも確かに、党としては自衛隊は憲法違反であるっていう立場を共産党は取ってるとは思うんですけど、ただ政権入りしたらちゃんと自衛隊は合憲として、その閣僚の一人としてはね、認めるっていうこと言ってますし、さらに日米安保に関しても、まあ、確かに党としては廃棄、あの、えー、日米安保廃棄っていうのを掲げてるとは思うんですけど、 の、政権に入ったら、これに関しても、あの、今すぐ廃棄することは求めないというか、当面は存続することを容認するっていう立場ですし、天皇戦に関しては、あの、少し前っていうか2005年とかだったと思うんですけど、の、党大会で綱量が変わった時に、あの、天皇制廃止っていうのを党として掲げるのを、 あの、やめてますし、なんか、新しい天皇が即位した時には、なんか、祝意を表するようなことまで言ってましたから、むしろ私みたいな、あの、天皇制廃止論者からくつれば、そういうのがむ、むしろ、共産党のこの天皇制に関する立場には不満なぐらいなんですけど、まあ、野党共闘とかもいろいろあって、あの、そういう立場を取っているっていうことはわかるんですけど、なのでね、なんかそういうステレオタイプで、なんか、あの自、自衛隊否定、天皇制否定、日米安保否定の共産党はクソだ、みたいな、そういう話じゃなくて、ちゃんと具体的に何を言っているのかっていうのをね、理解 すする努力っっってていいいううううののをもうちょっとししたらどうなのっていうふうに思いますしなんか新馬さんはともかく昔は玉木さんとかはあの C さんのゆあ C さんのじゃないなんですね玉木さんが C さんを YouTube 自分の YouTube チャンネルに呼んでなんか対談したりっていうこともあったと思いますしその2019年とかの参院選だったら普通に市民連合を介して玉木さんも 本当もう今もうなんか玉木さんはもうすっごいなんか右の方に行っちゃってもうあの残念だなっていう感じなんですけどあの時の玉木さんに戻ってくれないのかなっていうふうには、まあ、今でも思ってる部分はあるんですけど。 なんで、まあ、例えばですね、その政策的なことっていうことで言うと、あのさ、さまあ、これ別の動画で取り上げた通りなんですけど、蓮舫さんのことを、あの、た、なんか、新馬さんがいろいろ言うっていうことが、この記者会見ではあったんですけど、まあ、その後に、あの、フランス天皇大川っていう記者が、なんか、孤独対策について、あの、質問をして、 この、まあ、三、え、こ孤独なんか若い人とかもすごいたくさん孤独死している人がいるっていうことを取り上げて、今、まあ、すごい問題だよね。国民民主党はこの政策について、あの、結構取り組んできたらこうだと思うけどどう思うみたいな質問をして。 まあ、それでまあほ、ほんとそれも問題だよね。もう私たちもちゃんと取り組んでいくし、これまでも、あの、すっごいなんか、孤独対策をするって言ったら鼻で笑われた時期もあったけど、すごい問題になってきたよねっていうふうに言うような、そういうような、あの、回答をしたんですけど、まあ、この孤独対策っていう問題においてもですね、これ国会会議録とかをちゃんと見れば、あの、明らかだと思うんですけど、あの、昔からその孤独死の問題とか、 そういうことを、ま、孤独死っていうふうに国会の会議録検索で、あの、入力していただければ、あの、わかると思うんで、ぜひ、あの、検証したい方はやっていただければと思うんですけど、その孤独死とかを以前、昔からもずっと取り上げてきている政党って、一番多かったのが共産党で、ま、その次が公明党くらいなんですよね。 なんで、この種の問題ってね、結構その共産党とか公明党って結構全国的に組織もある、えー、政党ですしま、まあ公明党はちょっと自民党と組んでいろいろやってるっていう点で全然支持はできないですけど、ただから共産党とか特にその弱者の視点に立った政策っていうのを本当たくさんやってる政党ですから、そういう意味でも本当にそういうところがあの私共産党を最も支持している部分でもあるんですけど、なんでまあ確かにね、とはいえ、その国民民主党も何もやって来なかったわけではないっていうか、その かなりその全面的にね、孤独対策っていうのを、えー、一時期打ち出して、打ち出していましたし、まあ、そういうことがきちんとね、社会から捉えられるようになったっていうことに関しては国民民主党の功績も一定程度あるでしょうから、ですからなんかそういうところとかですね、ちゃんとその、お互い認めるところは認め合って、それで今の裏金自民党に対して、その正しい批判とかをしていたらそれをお互い認めるとかね、なんかちゃんとなんかそういうステレオタイプでお互いを見るんじゃなくて、もうちょっと認め合う、 といううことをしたらどななんかなっていうふうに、まあ国民民主党に対しては思うんですけど、そもそもですね、こうなんか立憲民主党とも、あの共産党との、えー、関係を明確にしない限りは、 あの、何も話は始まらないみたいなこと、新葉さんは言ってるわけなんですけど、その、実際にはその、地方の組織とかにおいては、もうすでに立憲民主党と一定程度、候補者の積み分けとか行われているところはありますし、その、行われているところはあるところか、まあ、結構それ行われているところの方が行われてないところより多いくらいかもしれませんけど、まあ、しかもそういう感じで、その、地方組織のレベルにおいてはね、関係良好なところ普通にありますし、あと、あの、島根一区の、 先日の補選でも、確か国民民主党は、あの、亀井明子さん応援で、それで共産党もね、あの、全面的になんか選対に入るとかはしなくても、その候補者取り扱げて、あの、えー、亀井さんを、 あの、事実上支援みたいな形です、でしたから、ですから、じ、あの、実際にそういうなんか、トップのレベルでなんか記者会見ですっごい大口叩くような幹事長がいてもね、実際には、あの、協力関係が築けているところもあるっていうことで、まあ、ネットウェとか、そういう共産党嫌いの支持層に向けた、しょうもないパフォーマンスに過ぎないのかなっていうふうには思うんですけど、もう本当にね、なんか、 そういうのどうかと思うっていうか、こんなん見てるとむしろ、なんか維新のババババ代表とか藤田幹事長の方がまだ話できるレベルじゃないのとか思いますし、なんかやっぱ玉木さんがね、さっき言ったように昔は結構まともだったのに、こういうふうに結構右へ右へと言ったのは、まああえー、あの、あのご、2020年に党が合流する際に国民民主党、 の新しい国民民主党の側に行ったっていうことが大きいでしょうけど、それでまあネットで結構ネット浴槽から持ち上げられてたっていうのも大きいのかもしれませんけど、やっぱり新馬さんがね、なんか元々この人、民進党の時にも、なんか共産党の連携なんかありえねえだろ、そんなのみたいなこと言って、それがなんか字幕でニュースで流れて、それ結構有名な写真だと思うんですけど、なんかそういうふうになんか筋金入りの反響である新馬さんを幹事長に据えて、それでまあ感化されたっていう面も、 ちょっとなくはないのかなっていうふうに思いますから、もうほんとたかが外れているような反響主義に走るのはちょっとやめたらどうなのかなっていうふうには思いますけどね。